さあこれから中盤です。4回の表智弁和歌山、この回は3番の大倉からの攻撃です。では2点を追いかけます智弁学園和歌山高校、一塁側のスタンドからスタンドリポートを伝えてもらいましょう。こちらにはですね、平田恵美さんがやっています。平田さん、お願いします。はい、大展開となっております智弁和歌山高校の応援スタンド、非常に応援にも熱が入っております。私の隣には藤田校長先生に来ていただきました。校長先生、ついに今年もここまでやってきましたね。そうですね、8連覇をね、ぜひとも達成してほしいと思います。先生から見た今年の智弁和歌山はどういったチームですか？そうですね、2年生が中心になってるんですけどね、まあ、3年生も最後の夏なんでね、一生懸命頑張ってくれると思います。8年連続がかかってますね。そうですね、ちょっと前半硬いところもあるんですけどね、後半勝負と思います。それでは最後にグラウンドで戦う選手に応援メッセージをお願いします。8連覇達成しろ。絶対に逆転します。以上、一塁側でした。さあ、一塁側の藤田校長からも熱いエールが送られましたが、この回先頭の大倉レフトフライ、そして天野もショートフライに倒れて2アウトとなりました。ご覧のようにたくさんの応援詰めかけている一塁側の智弁学園和歌山高校です。今日勝てば8年連続です。戦後初の選手権地方大会8連覇達成ということになります。今度はファーストです。フェアです。ファースト北野自らキャンバスに入って、智弁和歌山期待されました4回ですが、三者凡退に終わりました。王者智弁に対してここまで2点をリードしています名古屋高校です。ではその三塁側の名古屋高校のスタンドにお邪魔しましょう。こちらには藤原真央さんが行っています。藤原さん、お願いします。はい、こちら三塁側名古屋高校の応援スタンドです。2点リードの名古屋、応援も力強く、そしてさらに熱くなっています。そして私の隣には岩出市長の中柴市長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。先生、手を挙げていますがいかがでしょうか？このまま勝ってほしいですね。はい、昨日は延長戦を制しての今日のこの決勝ですが、いかがですか？昨日今日とね、2日続けてきてるのよ。いつもね、壮行会の時にベスト4になったら応援に行くよとこう言うとって、もう10年以上やっと今年来れたんです。それがやっと叶いましたね。名古屋高校はこの岩出市内唯一の高校ということで、初の甲子園出場がかかっています。いかがですか？初の甲子園出場がかかっていますがいかがでしょうか？甲子園行ってほしいですね。では最後に一言、選手の皆さんにメッセージをお願いいたします。どうしても勝ってよ。はい、甲子園へ向けてあと一歩頑張ってください、名古屋高校。以上、三塁側でした。いや、市長もこれ力入りますね。初の甲子園ですからね。さあ、リードしています名古屋高校、この回は7番の毛利からの攻撃、カウントは3ボール1ストライクになっています。あっと先頭バッター出ます、フォアボール。山下さん、まだ吉川投手本来のピッチングではないですね。ないですね。その技術的なこととかね、はい、フォーム的なことじゃないような気がするんですね。やっぱりまだ立ち上がりの2点が精神的に響いてるような気がしてならないですね。今その辺でしょうか。キャプテンの川崎がマウンドに行って一言二言かけました。さあ、そしてブルペンではこちらは13番の原、そしてベンチの前では10番の土井がキャッチボールを行っています。これがね、吉川君といえど、はい、決勝戦のプレッシャーなんですかね。完全に長ペースですね、はい、そうですね。澤畑さん、逆には長谷高校はこのノーアウトのランナー生かしたいところなんですよね。そうですね、ここでね、1点取ればね、本当に長谷がね、はい、有利になりますからね。バントする、吉川送りバント成功。これで今日長谷高校は3つ目、そのうち1つがスクイズです。今日のこの試合、最初のバッターボックスでセカンドへ内野安打を放っている川崎。
これで川崎は今大会毎試合ヒットですね。5試合連続ヒットです川崎。まあ、このラストバッターの川崎が出れば1番の小牧、2番の三力と期待される打線ですので、この川崎君の役割というのは非常に重要です。ボール先行しています。キャッチャーの川崎、前にボールをこぼしました。まだコントロールに苦しんでいます。いや、もう明らかに今日は調子が悪いですね。はい、だからベンチ、はい、おそらく継投をスパッと行くような気もするんですけどね。土井と原が投球練習を行っています。まあ、過去3試合はパーフェクトリリーフ、ボールのキレ、スピード、申し分のないピッチングをしていました吉川なんですが、今日は今大会初の先発のマウンド、初回にいきなり押し出しとスクイーズで2点を奪われました。高校生のやることですからね、はい、絶対っていうのはないんですね、はい、明らかに初回の2点で気持ちの部分で動揺があるんでしょう。まだ本来のピッチングではありません。もう毎回ランナーを許しています。心なしか表情もね、はい、硬いような気がしますよね。スイングアウトに倒れました。今のまっすぐもっと使えばいいと思うんですけどね、はい、3つ目の三振です。完全に振り遅れてますね、もう最高のボールなんですよね、はい、さあそして迎えるバッターキャプテンです。1番バッターとしてチームを牽引する小牧です。最初のバッターボックスです。吉川のストレートを弾き返す三遊間レフト前ヒット。これで一気に長打線勢いがつきました。今日は球数も多くて3回を終了してもうすでに60球です。多いですね、はい。変化球決まりました。4回の裏、長高校ツーアウトランナー二塁、キャプテンの小牧をバッターボックスに迎えています。たくさんのお客様が詰めかけている今日の県営君寺球場、ご覧のように三塁側初の甲子園出場を狙う長高校もいっぱいです。野球部員60人を引っ張るキャプテンの小牧、外れた、ツーボールツーストライクです。大畑さん、明らかに勝負にはいってると思いますけれどもね、はい、そうなんですよね。ですけどもう一つね、自分のね、はい、やはりというかね、コントロールができてないんですよ。まだ本調子には戻ってないですね、はい、セカンドランナーに目やり、そしてキャプテン川崎のサインにうなずいた。空振り三振です。ここは踏ん張りました吉川です。試合は4回終わって2対0、依然長高校がリードしています。